アンヘルヘッス・ガルシア・マルティンは、スペインのバイオリン奏者、アルデアヌエバ・デラ・ベラの出身。リセウコート音楽院でバイオリンを学び、フアンマル主在眼からの助成金を受けて、パリ音楽院で、ルネ・ベネデッティとクリスチャン・フェラスに支持し、またレオニード・コーガンやティボール・バルガの訓導も受けた。1966年から、アムステルダム・フィルハーモニー管弦楽団に在籍し、 1970年に、シュトゥットガルト放送公共楽団のコンサートマスターに転出した。その後、1973年から、シュトゥットガルト修立歌劇場、1977年から、ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団、1983年から、バイエルン国立管弦楽団の各オーケストラのコンサートマスターの座を渡り歩き、 1974年から1989年まで、バイロイト祝祭還元楽団のコンサートマスターを兼任した。その後は帰国して1995年まで、支部公共楽団のコンサートマスターとして活動した。1995年以降は、バルセロナ公共楽団のコンサートマスターを務める。一方で、地元の青少年オーケストラの指導にも力を入れるようになった。 マーチ S ありがとうございます。